引き出せる。いやこれ廃案にしないでね、うん、合意に通しちゃったのは自民公明の与党と、うん、維新国民民主党だ。これ、うん、皆さん記憶しましょう、しておきましょう、うんうん、これね何年経ってもあの命と健康を損なったじゃないか、オレオレ詐欺もどきの詐欺にあったぜって、これ絶対出てきますよ。最低限健康保険証残さなければ、うん、そうですね、そうすれば逃げ道は皆さんにも、うん、私たちにもあるわけですよ、ね、やっぱり健康保険証は特に高齢者にとっては一番重要なものですので、800万人が地方になると言われてるのそしたらその人たち行けないですよ、更新に社会保険機構で。でね、これに協力しちゃった維新と国民民主党の責任大きいと思いますよ。政権にすり寄ってんでしょう。これこそすり寄りって言葉使うべきでしょう。あのもうこれ暴論中の暴論だけど、ニュースは NHK しか見ません、新聞は産経と読みません。もうね、随分いびつな世界観できると思いますよ。だからメディアは多様でなくちゃならない。で NHK が肥大化しちゃうのはインターネットの世界にやってくるんですよ。でも放送をやるための特捜法人だったんだから、それで終わればいいじゃないですか、役割で駆逐しましょう、やめようとかさ、 NHK やめろって言うとね、じゃあ民放全てでいいかっていうと、これまた不安が残るんですよ。頑張れデモクラ。